それでアンバーはどうなった？悪いわね、まだよ。でも協力者が城を混乱させてるところよ。計画に変更はないわ。飼い犬は入念にしつけておけ。過信するな。彼は優秀よ、安心して。いいだろう、好きにしろ。手を噛まれないよう注意することだ。レオ、考えは変わった？エイダか。諦めの悪いあなたに情報をあげる。あの子、領主の間に連れて行かれたみたい。子守も大変ね。おい、エイダ、エイダ。最高だ。相変わらずだな。領主の間、やってましたね、ウェスカー。グラフィック出てなかったけど。で、俺アイテムはどうなったんだ、これ。アシュリーが持ってる鍵とか俺の元には来ないのか。領主の間。落ちてる。あれ、これアシュリー拾ったやつじゃないの？これはどうなるんだ？この先は？いや、ちょっと探索いける？これ特殊な変異を起こした騎士の化け物。うー、俺たちの同胞、俺たちの同胞、スピネの箱霊廟にいるってよ。アイテム回収のために行くべきだと思う。こっちがそのあれかね。漁師の間なのかね。アイテム入ってそうなカンカンがあったけど。レオンは明かりを持ってる。ただこれ UV じゃないので多分効かないよね。あの、足止めにはならんよね。わお。これであれか。完了か。よし。いるのか？これの付近だったら止まんのかな、あいつら。そこにいるんだ、残酷な騎士。行くか、じゃあ。ってことはあれか、黄金のあいつか。まあ、ほらこれやらなくてもおそらくクリアはできるんだろうね。ただ俺はアイテムが欲しい。ていうか、あの寮の騎士全員無理じゃね？真ん中まで行けば、あれか。
固まってんのか。UV っぽいので。全員が全員動いたんじゃないのか。うわぁ。なるほど。騎士様ご一行が。怖い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 。怖い。怖すぎん？黄金の騎士どこ行った？逃げまーす。弾がねー、マジなんもないんよ。ショットガン撃つ？ショットガンしかないだろうな、これ。S2 個あるわ。何課金って。やばすぎん。一斉に出てくるんじゃない。この奥まで入ると帰ってくから。こそこそ戦います。あ、触手出てるとこ撃つのかな。あいつ足出てたぞ。いやでも出てねえわ。怖い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 背中だね。かっこよすぎん。薙原やばい。薙原やばい。危ね。振りかぶるの待たないとまずいのか。くわー、しゃがむ方がいい。あれやばいやばい。でいいのかな。勝て。
ダメじゃん。しゃがみじゃなかった。いやーきち。しょうがない。一個投げる。触れてやるよ。確かに取り落とされそう。きつすぎん？まあ相手の左側を抜けていく感じになるんだろうなこれ。すぐ振り向く。まだかい？うわちょっとし、やべえマジ。外した。なんで課金なの？くぅ。なんもないんだが。終わったな。きつかった。ハーブくれ、ハーブ。ありがとう。なんもない、なんもない。ありがとう。奥行けんのかな。マグナム。リロードが。すげえぜ。中折れ式ってやつ？いやまあ、これぐらい、弾使ったよねっていう感じで。いけなくなってんね。OK。じゃあこれはもう完全に、黄金の騎士様と戦うための。スピネル8個。そろそろガンパウダーマジいってもいいかもな。そうなるとライフルを撃ってもいいってことになる。L はあるから。ガンパウダーいっとくかね、次は。20% の確率でっていう感じか、これやっぱり。クラフトするときに、弾が増えることがある。ですね。ショットガンが1。で、まだ他にも。縦切りパリできんのかね、あれね。そっちか。アイテム回収。
嫌な音。あんま弾ないんよ。当たってない？スピネル。後ろからいける？やっぱあそこ狙うしかないのか。いやきっちいなこれ。やめ、いやあ、頭守ってくるんですけども。スピネルなんだこいつら倒すと。いやきっつい。エクスパンショントレジャー、これか。そっちあれか、アシュリーいたところか。連れ去られたところだ。あ、違うわ。ここか。ここ出たらってことか。なんかあんのかな。一周はできた。アイテム回収いきます。まずこれか。もう一個あったよね。逆だわ。金目のもの。金の猫ちゃん像だ。なんか売りたくねえな。取った、アシュリーが取った。そうか、アシュリー状態じゃないと鍵持ってねえからあれ取れなかったんだね。んで、階段いいのか。ややこしいな。もういないよな。そのシーツかかったさ、これがマジでさ、騎士様おかわりあるかもしんねえな。ちょっとやだな。それね。お金。なんかいつものと違うから、なんか武器とか入ってっかもね。なんか複雑だしすごい。
これか。なんだ？ロケラン？コブラ。コブラじゃない。CQBR アサルトライフル。いいんですか？もらっちゃってこんなもの。おースコープつく。おお。ああ、いいじゃない。構えるとこれになるんだ。そうなんだ。オッケー、こんなもん。なんかあるね。アサルトあるんだね。この階？この階だわ。こんなもんかな？アイテム的には。ん？これは？あ、これ鍵取ってからアシュリーで来なきゃいけなかったのか。ぽいな。取れませんね、もう。取り返しがつかない要素がこんなあると思わなかった。いいのかな？行こうか。行こうかっつうか、もう、よくわからん。道が。とりあえず、商人のとこ行って、なんか強化しよう。さすがだ。あれか、ネズミと騎士様。見事な仕事の成果にはふさわしい返礼を。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。なんだ？ストライカー。あ、ショットガン。今あるのはこれだけだ。これにします。あ、猫ちゃん刺さるんだ、これ。四角一個と丸二つ、三色がいいのかな？三色だね。あ、目に刺さるんだ、それ。猫ちゃん像。また来いよ、ウェルカム。ベルベットブルー。猫ちゃん像。お宝ガラクタ何でもござれた。ライオットが売ります。決めるのは俺たちだけどね。ありがとうよ。ストライカー。すげえ、連射でぶっ放せば汚い花火の出来上がりってわけだ。それで何がお望みだ？素材も買える。ロケラン売ってる。あ、強化手榴弾。届いた品ばかりだぜ。俺たちが保証する。ちょっと今これにお金使えなさそうなんで、まずショットガンだね。行けるとこまで。君の獲物を自分好みに見取れちまったか。俺たちの職人技は芸術さ。パニッシャー最強。ストライカー65,000。威力上げるべきだろうな。おはようございます。アサルト、アサルトどうなんだこれ。腕に自信がねえなら武器を改良するしかねえ。装填数がね、3発も増えんだよねこれ。だんだんあんたの好みが分かってきたぜ。アサルト持ってた方がいいのかなこれ。スピネルちょうど30個あるんだけど、武器にぴったりの調整をしてやるぜ。でもこれ買っちゃうと
これ買っちゃうと玉が目がつれ年月ってな残酷だよな。あれ待って待って待って、こっちにスピネル3個で玉ガンパウダー10ってことはこれ1回しか買えないのか交換って。そっかそっかそっか、じゃあちょっとね他には何かあるか使わないでいきます。連射速度アサルトナイフの手入れも忘れちゃいけない。いやお金足んねえな。あんたの精神を分けるひとときになる。あ王冠いけるこれ。あいけるわ、3色いけるわ、売れるわ。5色セットこれで、お10万で売れる。これ一番いいやつだよね。5カラーズが2倍になるんで売りまーす。なんてこった。それなら高値をつけてやる。で腕に自信がねえなら武器を改良するしかねえ。まず威力上げていくべきだよね。さあできた、お望み通りだ。もうわかんねえわ。アーマー直して楽勝だ。アーマーには限定解除ないんだね。オッケー、また来いよ。では領主の部屋がここの奥か。ここですね。アイテムの取り残しないかな。行きますよ。じゃあ弾とか全然ないけどな。なんかボロボロじゃない、なんだこれ。え、巨大なキノコ生えてる。猿の腰掛けこれ。あ、急になんかボロくなったね。うわっ、うわっ、いた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 よ。こっからそれか。うわあ、ここそうなのか。向こうにも行ける。そっ、おい、で、で、で、あぶねえ。こんなに虫系いたっけ。クモといい、こいつらといい。ここ開かないってことだよね、多分ね。だよね。どこに虫がいるかわからんからな。アサルト使うことになりそう。あ、スコープつけてくれよかったな。まあ、しょうがねえか。カラスいる。いまだにルイスとは会えない。隠されてる。重要です。ガンパウダー使えんのかこれ。なんだあれが漁師の部屋。まだ先だね。おっと
これか。なんだ、あ、トークンか。虫がいるかどうかがな、音とかで分かればいいんだけど。探求の書、海峡歴、領主ラモン様より名誉ある任を仰せつかる。虫の高みへ至らせる。海峡歴、人の血液を黒い水に置き換える実験はすげえことやってんな。母体がその鍵だ。無垢なる命はたやすく黒い水に染まり得る。赤ちゃんのうちからなんか実験するみたいな。6年経った。我が名誉ある家系を仮名を取って U2。 人ほどの大きさに成長した U2 は際限なく増え、ん？う、なんだ？新たな生物種だって。見えざるもの、伸びしたどる。出たね、天然ステルス擬態。ラモン様は、あ、ラモンが名付け親なんだ、伸びしたどるね。ああ。イシドロ・ウリアルテ・タラベラ。作っちゃいけないものを作ったって感じよね。行くぞ。巣できてんじゃなかったっけ。あ、だから猿の腰掛けみたいのはやつらの巣の一部なのかな。いいね、オートマチックショットガン。腰ダメなんだよね。逃げられなさそう。普通に逃げるわ。来んのかこっち。なんだよ、害虫駆除なんて聞いてないぞ。なんか音すんな。どこにいるんだ。行くか。爆発するってのかな。結構多くね。ショットガンこんな撃つべきじゃないな。
めっちゃ来た。待て、いやー使うしかねえ。あ、赤、あー赤ね。先に拾ってれば。おお、いっぱい出てくる。進むとなんか影からまた出てきそうだね。正面かこれ。いるわ。一応兵士長は効くっぽいね。こんななりだけど元は人間っていうことよね。うわ、でかくない？なんか。一回りでかい気がした今。他になんか、もっと中央の方に相手もありそうな気がする。手榴弾。爆発するのは何なんだろうね。雲もそうだったね。そういえば いね。うわ、いっぱい来た。しゃがみかな。まだいる。
これ擬態？擬態だわ。うわマジか。ここを開けないといけないの？なるほど、はい。いやーちょっと分かっていながら食らったって感じだったね今ね。外になんかある？まだ出んのか。いいぞ。まだいるな。結構出んね。しかももう一体ぐらいいそう。ゴッドボス。あぶねー。音楽的にはまだ出るなこれ。登ってもいいがアイテムありそう。あぶねー、見えんかった。まだ出そうだね。なんだ、装飾中、売り物か？売り物だ。スカラベだって。爆発が結構怖いけどね、なんかダメージ食らいそうで。これが、降りるんだ。